楽しむ、サッカーをもっと楽しませるためにスタジアムに集う全ての人がフェアプレーを体現したい。 J リーグはいつもフェアプレーと共に。本日フェアプレークラブを持っているのは FC テクニカルスポーツジュニア、道島アンデジュニア。